落合橋は、長野県長野市大津島若保牛島の西川、千曲川に架かる長野県道34号長野菅平線の橋町948.2メートルの桁橋。長野県管理の橋梁の中で4番目に長い橋で、ある。1879年2月に牛島の船橋が架橋された。これは、橋町128メートル、福一1.5メートルの船橋であった。 これは、1914年10月には、橋町145メートル、福音1.8メートルの船橋となった。1922年2月1日に一部が、目標なった。1929年に福音4メートルの目標となったが、1961年6月27日に、昭和36年梅雨前線号によって千曲川が増水したことから撤去され、 1965年に流出した。そして永久橋となる原橋が1963年6月から1966年3月の後期で仮設され、1966年11月21日に開通した。この橋は完成当時長野県内最長であった。この橋は後に中央部で堤防道路との接続のため一部が 福音12.5メートルまで拡幅されている。落合橋は、大津島地区と若保地区をつなぐ上に中央部で、堤防道路と接続することため、交通量が多く、朝夕において渋滞が発生しており、県が対策を行ってきたが、今後も、長野東バイパスの開通など、交通量が増大傾向と考えられ、また佳境から50年以上が経過し、 老朽化が進行していることからその対策が掛け替えを含め検討中である。ありがとうございます。